見てこれが終わった。これさっきのよりずっと見た目いいですよね、これは。さすがにうちのお母ちゃん、まあ大阪にいるうちの嫁もそうなんだけどね、見せるのがうまいんだよね。でこれをこのワイスビアとこのイタリアとドイツの合作ってちょうどうまいんだよね。このワイスビアといってもプレミアムワイスのデュンケル、つまりワイスビア白いビールだけど黒いバージョンなんだよね。どっちやねん、ツッコミたくはなるけど美味しいよ。でこういうブレッツェル風のパンなんです。ブレッツェルとは形は違うけど味は一緒。こういうわけです。このスペックちなみにね、もう、チロル地方なんですよ。オーストラリアの国境沿いなんですね。これを作ってるところが、ドイツ語が、標準語なんですよ。イタリア国内なんですけどね、全部、ドイツ語で書かれてるんで、この地方行っちゃうとね、だからちょうどドイツビールが合うっていう感じなんだな。はい、ここまでです。